りました。はい、こんな感じです。だとね、この上をコーティングしていきます。そして、もう一回これを、はい、この上に、真ん中にちょんと、つけて、この、これを、つけていきたいと思います。よいしょ。で、ちょっとね。ちょっと待ってね。よいしょ。ちょっとね、はみ出たところを取っていきます。まあでも大体いいかな。あ、逆に触らない方が良かったかもしれない。これで硬化していきます。はい。硬化していきます。はい、その間にこちらですけど、ハイヒールの方は、コーティング剤で、コーティングしていこうと思います。ああ、やっぱりこのね、靴とね、あ、靴っていうか、ハイヒールとね、このカバンを踏むね、シャドウはね、通常よりもちょっと時間かかるかな。はい、こちらに、ルスターグロスのコーティング剤を塗っていきます。ここにね。よいしょ。で、こちらも、コーティングしていきます。あ、ちょっとちょっと。はい、これで、硬化していきます。よいしょ。よいしょ。そしたら、あらららちょ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 入るバツバツだったお母さん何食べんの？何食べんの？違うよ。夕飯の話だよ。夕飯。
夕飯何食べんのって。え？肉まん。肉まん。え？一つずつしかない。一つずつ？じゃあなんかパン買ってきてよ。何なの？って何よ。何なのって言われる。あ、こんな子か。これでこび十分でしょ。どちらも効果が終わりました。あ、ちょっとね、こちらの表面をコーティングしていこうと思います。コーティング。これから外してね。まあ、ちょっとね、蓋、これどうなのって、ちょっと蓋が、やばい、裏が、こっかちゃんとできてなかった。ちょっと待って。これは、裏も硬化する必要が、っていうか、ちょっと待ってね。ちょっとこれもう一回硬化します。硬化してる間に、ちょっとこちらをね、こちらは硬化が終わったので、あ、なんかベタベタする。うん、どうか。そうね。はい、これを、ここに、なんだっけ。ヒートンを入れたいので、穴を開けていきます。穴はね、開けていかないと、キーホルダーにならないので。ちょっとね、さっき、動画、止めるのも忘れちゃってごめんなさい。申し訳ないです。
ちょっと長くなったかもしれないですね。すいません。たまに動画止めることを忘れてしまうんで、申し訳ないです。ご気分を害された方、お詫びします。なんかね、ちょっとね、ヤフーの知恵袋ってありますよね。そこでね、ちょっと Windows の編集ソフトが合うかどうかちょっと聞いてみたんですよ。そしたらなんかあるらしいので、ちょっとね、そちらをね、ちょっと調べてみようかなと。それでできればいいんですけど、はい、じゃあ、穴を開けていきます。だいたい、これは、ダイソーの、ダング変えるね。ダイソーの、なんだっけ、ルーターを、だったんですけど、それを使って穴を開けていきます。ちょっと待ってね。ちょっとね、穴を開けるのが、カメラ越しに開けれるかな。あ、やばい。ちょっと待って。テーブルが小さいから、すぐ落としちゃうんだよね。いろんなもの。ちょっとね、使わないものは、どかしましょう。はい、では、穴を開けていきます。集まったね。そしたらこれにヒートをつけていきます。差し込めるかな。差し込める。で、で、一応ここに、どうしようかね。これで、ね。ちょっと待ってね。ちょっと、いや。今ね、これ固めちゃったんですけど、ちょっとこの上に、レジ液を、ちょっと足して、全然なんだろう。中は固まってるので、このレジ液を使って、この周りを固めていきます。まあ、多分ね、固めなっても、大丈夫だとは思うんだけど、一応ね、念のため。周りをね、固めていきます。はい、これを硬化していきます。はい、ちょっとね、後ろが、ね、あんまり綺麗じゃないので、もう一回後ろ後転でしようと思います。
どう？コーティングして、これを硬化していきます。はい、バッグを硬化している間に、こちらの、ハイヒールは硬化が終わりましたので、丸カンだな、今度はな。丸カンを使って、アイヒールに留めていきたいと思います。丸カンをね、今回もこちらのキーホルダーを使っていきます。硬化している間にですね、丸カンをつけていこうかなと思います。こっちで開くかな？一応これ持ってきたんだけど、これに、入るかな、これ。これに、ここに差し込んでいきます。で、止めていきます。はい。とりあえずハイヒール止めました。で、あとは、はい。今度は、バッグの方に穴を開けます。できるかな？ちょっと待ってよ。ちょっと待って。あのね、ちょっと待ってよ。穴を開ける場所が、
やばい。これぐらいでいいかな？これすっごい便利で楽。私ね、電動のコンセントのついたの買ったことあるんですけど、いちいち暖房がめんどくさくって、もう、だからね、ちょっとね、ダイソンに行った時に、これを買ったんですよ。ただ、このヒートンの穴を開けるタイプの学校についてなかったんですよね。それで、友人が買ってきてくれて、それで、おかげさまで、もう本当嬉しい。もうみんな、ね、YouTube でね、ところから、なんかこうさ、いろんな方とこう、友達になったりして、それでもう、ね、手伝ってあげるよって優しい言葉をかけてくださって、本当にありがたいです。今中にレジンを入れたので、このまんま、あ、大丈夫だよね。まさか中間しないよね。この、あ、ちょっと待って、硬いな。ちょっと硬いので、ちょっとペンチを使いながら入れていこうと思います。どなたかの動画で。あ、売れた！嘘！信じらんない！ちょっと待って、やばいじゃん。ちょっと、これ、外さないとダメだ。嘘！折れた！私って、意外とバカ力かな？いや、そんなことない、絶対。絶対ないよ。私、そんな、バカ力ないからね。でも、なんで折れちゃうの？多分、入れた時に、曲がったんだろうね。それで、きっとね、折れちゃったんだと思う。にしても、なんか、なんで私の力で折れちゃうの？結構このハンドバッグは時間がかかるのよね。これにレジン液塗って。あれ、穴がどこだかわかんない。やっぱり硬い。硬いからちょっと、アングルから外れてすみません。え？なんで折れちゃうの？ちょっと待ってよ。え、ちょっと待って、穴の中に折れた部分が入っちゃったよ。ちょっと待って、どうぞ。ちょっと、もう嫌になっちゃう。たまにあるんだよね。ほんとたまにだよ。こういうことが。いやー、取れないじゃん。ちょっと待って。まさかこれ作り直すって
ってなっちゃう？いや、くくり直しになっちゃうね。穴が入らない。え、じゃあちょっと待ってね。ちょっと場所変えて。手がすっごいしびれる。うん、これでいいかな。ちょっとね、あ、これダメだ。ちょっと最悪。もう、なんでそうなるんかね。やっぱ手で入れた方がいいのかな。手で入れた方がいいのかな。あ、さっきよりはいいかもしれない。さっきね、穴の開け方がちょっと浅かったかもしれない。ちょっと待ってね。ちょっともうちょっとに穴開けないとダメっぽい。ちょっと戻す。え、どこだったっけ？ん？ん？ちょっと待って。ん？じゃあこっちか。こっちか。ここもちょっと深く掘らないとダメみたいなので、もうちょっと深く掘ります。オッケー。待って、あれ、あ、シールあった、あったじゃん。あれ、ヒートンが今度残った。あれ、ヒートンが、え、どこ行ったっけ、ヒートン。あ、あったあったあった。ありました。まだ。やりに行っちゃうかな。あるね。よし。これを。よし。よし。
お、入るね、入るね。こんな感じ。よし。で、ああ、ちょっと、もう、狭いからさ、もう、あ、ちょっと待って、レジに来てないかも。こっちに合う。周りにレジン液をつけていきます。で、この作業だけで23分もかかってる。うーん。はい、硬化していきます。はい、硬化が終わりまして、金具もつけました。いかがでしょうか？こんな感じで、ここにちょっと花柄をつけて、ハイヒールにはこう、ちょっとね、これだけでもいいんですけど、なんか、これだけだとちょっとこう、寂しいなっていつも思うので、必ずこのハイヒールを私はつけています。このハイルヒールを、あ、じゃあ、ハイルヒールだって。このハイヒールっていうことによって、ちょっと、おしゃれ感が出てくるといいと思います。はい。今日の動画は以上になります。よかったよって思ってくれる方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。今回はね、ちょっと、今回もになっちゃうのかな？今回ちょっとね、動画をね、途中でこうカットするのを忘れてしまって申し訳ありません。長くかかってしまうところがあるかもしれませんが、また、これからも見ていただけると嬉しいです。はい。それでは次回の動画まで。またねー。皆さん、こんにちは、こんばんは、レイクです。今日はお買い物紹介をしていきたいと思います。はい。今日はですね、まず、こちらにあるんですけど、これは、アマゾンで買ったやつなんですけど、3ミリの、ガラスパールです。こんなにいっぱい入ってるから、いやー、長く使えるよ、これ。結構嬉しいです。はい。そして、パステル。これはですね、ゴールド用と、シルバー用があります。これは、何に使うかというと、キーホルダーに使うんです。ここ最近ね、キーホルダーを、前結構、タステルをつけて、キーホルダーにしてたんですけど、もうタステルがなくなってきたって、あんまりいい色がなくなっちゃったんですよ。で、どうしようか、他の、ものを代用しようか悩んだんですけど、やっぱりタッセルってた方が、これ革なのでね、その方がやっぱりいいだ、いいかなと思って、今回、奮発してタッセルを買いました。はい。これはアマゾンで販売してます。はい。そして、次はサジャレイシになります。はい。まずこちら。あ、アングル変えますね。はい、こちら。ここに書いてあります。ラピスラズリのサザレイシ。これは好きだな、私。もう、これダントツ1位ですね。私の中では。ラピスラズリは。昔ね、明星だったか、他の本だったか、なんか、よくそういう本の、間とか、一番後ろとかに、ラピスラズリのネックレスを4種類ぐらい売ってたんですよ。いろんな形のね、石自体は小さいんですよ。だけど、ゴールドって寝てて、なってて、長く使ってましたね。今も確かあると思います。はい、こちらのラピスラズリです。興奮しちゃいます。ちゃんと次です。次。
こちら。これは、ローズクォーツです。ローズクォーツも、こう、優しい色でね、いいですよね。こんな感じです。はい。そして、こちらは、こちらは、株式会社、タフインターナショナルっていうところから買いました。で、あ、ごめん、違う、これところが一緒だったんだ。間違えちゃった。これは、クリスタルですね。サザエースです。はい。こちら、こちらも、サザエクリスタルは綺麗だよね。ごめんね、これ間違えちゃった。これとこれが一緒なんですけど、こちらが、ブラジル産ですね。はい。そして、そして、これが、シリトン、小瓶に入った、サザエース。これが、これ何さん？これ何さんって書いてないね。何さんとは書いてない。でもシートリンっていうやつで、なんかグリーン色がしてたので、綺麗だったのでつい買いました。はい。そして、こちら、あ、こっち、どっちだ？これがシートリンかな？なんね、名前書いてないかわかんないんでね。これがシートリンかもしれない。シートリンって確か、こういう色だった気がする。ごめんね、ちょっとどっちがどっちかわかんないんですけど、こちらが、フローライト。要はフローライトとシートリンですね。どっちがどっちだかわかんないんですけど。はい。そしてこれが、あ、何いつもとわかんない。多分、これが、フローライトなのかな？ A ランク、中国産だって。で、これがブラジル産の A ランクのアクアマリン。アクアマリン。ダメだね。ブルー系好きなんだよね。綺麗だよね。やっぱりサザレース綺麗だよ。でもさ、ちょっとさ、ふと思ったんだけど、インターネットってさ、小粒って言ってもさ、どのぐらいの大きさかわかんないんじゃない？これとかはさ、結構かなり極小。これ極小って書いてあったんですよ、この種類は。だけど、こっちは、小さい、小粒とは書いてあったんだけど、このぐらい小粒ではなくて、ちょっと大きいよね。これ大きいのどうしたらいいんだろう。これ、小さくして、使うっていうのは割っちゃっていいのかな？いや、割れないな。トンカチでもない限り。トンカチで割るしかないよ。でも、割れないよね、これ。このまんま使うのか、やっぱり。まあ、ちょっと使い方は私もね、どういう風に使うのか、使い方が分かってないから、まあ今後ね、いろんな動画を見て、参考にしていこうと思います。はい、今日の動画は以上になります。お買い物紹介。久しぶりにお買い物紹介ですね。あ、久しぶりでもないか。いや、私的には久しぶりなんですよ。あ、そうですね。あともう一個買ったんだけど、でも、それはレジンに関係ないお買い物なんですけど、まあ、口頭でお伝えしますね。毎回リピートしてるんですけど、べっこう飴、アマゾンさんで買ったんですけど、べっこう飴を買って、その、動物の形したべっこう飴なんですけど、その動物の形のべっこう飴って、あんまりね、甘みがね、そんなにね、甘さが強くない方ですね。はい。なので、よかったら、皆さんも食べてみてください。はい。今日の動画は以上になります。
よかったよと思ってくる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今ちょっとね、UV レジンやってて、この手袋なんですけど、はい、またね、次回の動画まで。またねー。